だからそのボランティアと出会って、うん、そのポーンと抜け出したって感じた時ってどれぐらいの期間で感じたの？もうあスポーンと抜けた。やっぱりそのゴミ拾いに参加させてもらって、うん、その時にその出会った男の子がいて、その子の言葉がすごく心入ってきたんですよ。その子が言ってくれたのが、阿部津さん今日来てくれてありがとうございました、ほんま嬉しかったっすわ、また明日も来てあるんで来てくださいね、待ってますって言ってくれたんですよ。やっぱりその待ってますっていう言葉がやっぱり自分の中では自分必要としてる、それは大きいわ。その自分なんか認められたけ必要とされてる気がして、じゃあまた明日も行ってみようかなと思って、でも明日も次の日も行ったんですよ。でやっぱりその、まあ、その時はその子以外の人にも歓迎してもらって、でそうこうしてるうちに、まあ、他のゴミ拾いの団体、それこそお祭りのも他の団体、いろんな団体参加させてもらって、それでいろんな人とつながって、やっぱり元気な徐々に元気になっていきました。どれぐらいで大体期間的には元気になってきました？ですかね、いやでもなんか徐々に来たので、もうある一つでっていうわけじゃないので分かんないですけど、まあもう本当に徐々に来てました。例えば個人差はあるわけなんですか？例えば言ったらその時にパーンと変われた、もう太もりゃ1年2年したのね、いろいろ、だからやっぱり自分をちゃんと認めれるために、うん、やっぱり人間って自分をちゃんと自分で認める、いい言葉よね。そう、自己認証する、うん、ということと、やっぱ人に認めてもらえるっていうことがやっぱりものすごく大事じゃない、うん、らしいわ。絶対そう、それは分かる、その感覚では分かる。だから一緒に出ようって、うん、その頃にもし俺らに劣ったら、もっとひどなってるから、やっぱりネタに してこう、どうしてもね、人の心も土足で踏みにじるようなことを平気で言うて、笑いに持って、山賊みたいなやつだよ、山賊です。私らって私やね、彼らは真面目やけど、いやでもそれ、でもね、その今言われた必要とされるっていうね、必要とされる、大きいね、これ出るやん、誰が分からないやつも、嘘でも拍手もうたら、なんか必要とされて、認められてる、勘違いかもしれへんけど、やっぱり必要とされてるって言葉やね、いや、多分芸人になりたい人もみんなやっぱ心の底では認めてもらいたい、いや、それその塊やん、自己嫌悪の塊やん、どっちかというと満足に愛されてっていう人よりも、うん、どっちかというとそうじゃない家庭環境の人の方が多いかも分からへんね、うんうん、それ、でもそのね、まあ、その打つから、まあ、今はその逆に人をなんかこう集めましょうとかいう立場になってはるわけでしょ。そうです。去年も一回行かせてもらったけど、マーチャンバンドとかの祭りな、でっかい祭りね、羽根の口で、あれもごっつい人集まっとったね。そうですね、あれは確か去年が3000人弱ぐらいですよ。すごい集めはるね、その中で生き生きしてるもん。でその時にまた逆にそういう今ちょっと落ち込んでます人も手伝いに来たりとかはあると思います、ね、うん、あるけど、でもどうやねんやろ、そういう中入ったらもうだんだんもう馴染んできて分かれへんなんのかな。でもなんか元気になっていくんじゃないですか。祭りってそのなんか見えない力があると思う。あ、いや、もうそれは感じますよ、うん、なんで祭りをみんなやってはんのかね、自分らのグループは。やっぱりそのちょっとでもやっぱり世の中元気にしたいとか、周りになんか人をやっぱ元気にしたいとかってあるんじゃないですか、ね、何かを伝えていきたいとか、それがあるんだと思います、ね、そういう行動で、ね、僕ら口言うだけやけど、やっぱり実際行動でね、活動してはるのがね。そう、今でも自分であれやね、ゴミ拾いの、あ、ゴミ拾いは、はい、してます。あれ、それはいつやったんだよ。あの、毎月第2、第4土曜日夜8時からその天満駅でやってます。天満駅で、はい、それも自分が主体で。そうです、それはもう、うん、あの自分が主催させてもらって、はい、やっぱり何人か来はるわけ。そう、大体10人前後ぐらい。あ、それやっぱり気配すごい力、10人で僕あの辺ね、平和浮かぶけど、いや、第2、第4の土曜日言うたらな、言うたら普通で言うたら一番遊びたい時やけど、うん、そういう時にボランティアでゴミ拾い言うのはね、うん、そうですね、普通できそうでできへんもん。どう今ゴミの具合見て、どう2年前とかと比べて何か変わんの、ゴミの具合。なんか景気の動向とか最近不景気やなとか。あー、でもあの大木町公園の中はだいぶ綺麗になりましたね。うーん、あー、そやね、昔はどっちかでのっぺりした雰囲気やったんが、木植えてね、うん、お花見もできるような。そうですね、2年前に来た時はもうゴミが山のようで、あー、正直ここで祭りしたら、祭り読んだらお客さんに失礼違うかなぐらいの思ってて、ここなんなら会場変えた方がいいんじゃないかなぐらいの僕は個人的に思ってたんですけど、でもやっぱり今は、ま、今はやっぱりゴミがだいぶ減って、今綺麗なものはかなり貢献したらね。
綺麗で、あの言うたら家族連れの人とかが、あの急な滑り台とかやろ、あ、今しこ、あ、そうですそうです、あそこでうちの娘顔を擦り傷できて、で、そんなどうでもいい、まあ、いやいや、もうそれぐらいはしゃげるぐらい綺麗な声があって、ね、へぇ、でもあの、どうなんやろ、あの同じようにやっぱり今苦しんでる人っていうか面白くないな思ってる人とかで、まあ抜け出し方分かってたら簡単にみんな抜け出してるけど、はい、抜け出し方も分からへん人に何か伝えれることとかもしあったら、あの伝えてあげてもらえたらいいかな。あ、伝えられることですか。うん、そうです、もうとにかくなんです、まあ、難しいかもしれないんですけど、うん、やっぱ本当ね、きっかけってもうちょっとしたきっかけで一瞬の出会いとか、うん、一瞬なんか判断とかだと思うんですよ。だからその難しいこと、難しく考える必要もないし、大きく考えることもなく、だから例えばもう本当、例えばフラッとどっか、うん、なんかどっかのお店行くでもいいですし、うん、どっかのそれこそイベント会場行くでもいいですし、近くのなんかスーパーとかコンビニ公園行くだけでも、それがきっかけで何かあの変わることもあるので、出会い、そうですね、人との出会い、うん、出会いもそうですし、でもとにかくこもっとったらあかんよね。そうですね、一歩表に出るっていう、動くっていうことが大事だよね。そうですね、こもってたらなかなかあのなかなかそういうのが入ってこないんで、きっかけがいるもんね、人間ってどうしても。うん、なるほど。でもやっぱりこう経験されてるだけ言葉重みあるね。重みある、うん、でまたボランティアのところにはまたボランティアのそういう本当の気持ちの綺麗な人が集まってきてるっていうところも一つだね、うん、そういうつながり広がりあると思う、場所があると思います、ね、まあ中にはボランティア悪用する人もいてるけどね、まあ、絶対人間はやっぱり悪いやつおるって、うん、そうそう、うん、そういう中で言うたらまだやっぱお掃除の会とかいうのはすごくいいん違うかな。ちょっと思う、それ別にそれで儲けましょうとかいうの全くないわけでしょ、ね、掃除やし、うん、あと祭りなんかもいいわな。そうです、ね、祭りなんかもほんまにみんなでこう気持ち一段でして盛り上がる、みんな去年なんかでもあれみんな涙流しとったもんな。ありますね、みんなもう最後スタッフがバーッとステージの前で、うん、みんなで歌歌いながら泣いてんねん。へえ、めっちゃ熱かったな。すごいな、でもものすごいその何倍もいい経験してはるんやろね、同世代の人に、うんうん、やと思いますよ、僕はね、初対面やけど。またぜひ、はい、あのよお呼びしますんで、あ、ぜひよろしくお願いします。またね、もう必ず来てほしい、あ、ぜひ聞きたいこと山ほどあるわ、ぜひお願いします。ありがとうございます。